主要メディアが全体的に私は与党寄りになっていってると言っていいと思いますし保守化していってると思うリベラルとされる主要メディアもそうなってるような、うん、あの紙面なり報道姿勢を見てても私は思うんですけど津田さんははそそこはどうう,そうですねあの、まあ、僕やっぱりこの選挙期間の時の報道っていうのはやっぱずっと考えてて。うん もともと僕も今こういう動画の番組だとポリタス TV ってやってますけどその前にあのテキストのサイトのポリタスっていうのを2013年に始めたんですよね。でなんで2013年に始めたかっていうとちょっとネット選挙解禁の年なんですよ。でネット選挙解禁されてああじゃあこれは選挙期間中でもいわゆる選挙運動私はこれを言うこれこれこういう理由でこの人を応援しますっていうことをネットで更新しても OK になったので僕はじゃあ,あそういうサイトを作ろうと思ったんですよ。 あのそれはどっちかというと左から右の、まあ、いろんな人の論者があのどうしてもその時に、まあ、公職選挙法の絡みもあるから選挙中って結局もうマスメディアって女性ほどばっかかりじゃないですかあのそういうすごく抑制的になってしまう。でも有権者が一番選挙に関心を持つ時期に一番欲しい情報って私はこういう理由でこの党に入れるとかこの候補者に入れるっていうこと、うん、この情報だろうなと思って。 でそれが解禁されたんだったらそれを作ろうと思って、まあ、ポリタスを10年前に作ったっていうのがあるので、うん、やっぱりちょっとお呼び腰すぎますよね、うん、なんかあのね昔は別にそんな,あのなんだろう病単位でね病、うん、単位で同じね当初のやつあのスピーチとかを病、ね、まで揃えて均等にやるなんていうことを今度テレビやってなかったですからね。っていうかこれってあの本当にあれですよ2005年とかの あの郵政解散選挙の時とかまであの時はもっとテレビもせめた報道したわけで,、ね、ですよねあの。それこそ堀江さんが広島に出た時とかなんかもうそれをもう密着して選挙期間中に面白おかしく報道するみたいなのもやっていたし。 なんだけれども、やっぱり結構それがあ,のある種のね、まあ、今、高市さんの問題でも関係しますけど、放送法を盾にとって公正にやれみたいなものが、与党から今、野党から、まあ、いろいろ言われるようになっていって、まあ、テレビ局もどんどん厳しくなってきて、さらにはネットからバッシングされたことを恐れるようになってしまって、選挙期間中であるっていうことで、ものすごく抑制的な報道になっている。で、本当の有権者が欲しい情報を提供してない。でも、その結果何が起きるのかっていうと、投票率の低下と保守化だと思うんですよね。だから 小、あのー、田さんのおっしゃる、まあ、あのリベラル左派と言われているようなメディアも、保守化しているというよりかは、なんていうか、どんどん僕の言葉だと、チキン化してるって,てる <laughs> チキンじいや、だからもっ,ともっとちゃんと、ううともっと、要するにネット戦っで解禁されているし、そういう情報がソーシャルメディアとか動画にあふれているんだから、うん、それを踏まえて、やっぱりちゃんと伝え方を変えていけばいいと思うんですよね。そうだからそこをちょっと恐れすぎてますよね。まあ、だからネット気にしすぎ 以上ももっともっとと攻めた報道というかかピーク時よりもテレビでいうと大体5分の1ぐらいにね今減っ,減った分、うん、やっぱり投票率も見事に下がって今回あの総務省の発表した投票率朝鮮選市議選町長選全て過去最低水準というふうになってて、うん、本来はねみんなが一番こう政治に関心を持ってもらう時期に一番、うんまあ、メディアの報道が減り。 そして投票率も下がるという、ねうん、やっぱりね<う>なんかこのやっぱり選挙期間中にねこういう情報が欲しかったで、ね、ほらアリバイ作りのように選挙が閉じた瞬間にね,ね <laughs> あのこうでしたみたいなっていうねしますか、まあ、ようやく少しずつね、うん、なんか選挙中に、うん、それこそ<や>テレ東とかねそういうのも含めて選挙中にやっぱ選挙後に放映してたようなやつをやり始めたけどまだまだ全然足りないなっていう感じはあります、ねうん。テレ東は少し変化が 出何ててで,、ねね、でしたっけ去年の参院選かなんかは確かそうですよねあのそう池上彰さんの選挙特番を選挙前にやるっていうので予定していたんだけれどもその時にあの安倍元首相の銃撃があったのでちょっとそれが予定変わっちゃったというのがあるので、まあ、少しずつ変化は始まってるんですけどでも少しずつの変化だともうインターネットの動画にはそうじゃない情報に溢れちゃっているから全然追いつかないだろうなっていう気はしていますけど。 でも地金化っていうのはまさにその通りだなと思って今お聞きしてたんですけど私のフルセンもありますけど朝日新聞の土曜日の紙面うん、うん、あ日曜日の紙面ですね投票統一の紙面見たら、はい、一面トップがアフリカのルッポで<ー>肩がスーダンだったかなとにかくそれが大きくあって、うん、統一地方の記事は私も行ったその千葉の,その首相もしてたその 演説会の写真有権者の写真があってちょこちょこって記事があるだけで投票に役立つような情報がほとんど紙面にないんですよね。投票する当日に。日日これ何やってんのかなとまあ日本の新聞は国際ニュース国際ニュースはこう無色透明だしたとえ批判しても誰もあの文句言ってこないんで楽なわけですよね。はい、座りがいいといいとうう言い方ももすするんででけどでもそう 統一地方選の当日っていうまあ日本の選挙においては非常にね重要な時にどういう紙面作ってのかなっていうふうにわが東京新聞はそういう意味では日曜日に1票が買える東京マッで基本一面トップで投票扱い生活トピックいや最近のね東京新聞はね一面がね攻めてていい全般的にこれは基本まあのトップの意向も非常に強いと思いますけれどねやっぱり政治に参加してこその ね民主主義ですからそうですよねほんとね違うんですね,ねいやちょっと今それが <laughs> 今それでいい<の> <laughs> 一面をピッピってやっとけばよかったですねこれですも、うん、朝日新聞こういう本当にアフリカのガスとスーダンだ。うん、本当ですねですよでここにあのちょっとちょっといくとこ,ここにこのこの写真があって,ってでも これだけなんですよ選挙の記事ほかにだって関連記事っていうのがなくて写真でね衆参、ご補選、きょう総会票これだけっていう新聞なんて放送法には縛られないわけじゃないですか。放送法はある程度絡みがあるにしてもでももっと別に情勢報道以外にやるべきことあると思いますけどね。 でああそうなんか全然話ずれるようですけど僕やっぱ結構ね驚いたことがあってもう10年ぐらい前かなあの昔フジテレビデモってあったじゃないですかフジテレビデモって2011年だったかな要するにまああれもちょっと陰謀論みたいな話でしたけどもあのフジテレビがもう韓国によって韓国資本によってなんていうかもうほとんど操られていて で、それで反流コンテンツをしていらしで、それであの、浅田真央さんのなんか変な映像を出してみたいになっていって、で、それでフジテレビを拒否するデモがお台場にあって,って、あ<ー>まあ僕一回見たり見に行ったりとかもしたんですけど、取材で。うん、で、まああの、フジテレビデモ、あれ確か2011年だったと思うんですけど、でも、 あの後に僕あれかなあのマスリンコンってありますよねまあ業界だったりマスコミ倫理懇談会っていうまあいろんなあのマスコミの,あの現場にいる報道の人たちが集まって、うん、まあいろんな課題とかを協議するようなところで一回それで講師やって、まあ、インターネットソーシャルメディアっていうのとと報道の関係みたいなっていう自分のまあテーマの講演をしたんですけどその時にあのー 言っていいと思うんですけど、うん、TBS の,、うん、あの報道の結構偉い人が出てきて、うん、あのこんなこと言ってたんですよね「あのー、フジテレビデモがあって、うんえー、正直我々ほっとしていますと」と<ぇ>あれがあったことで、あのー、それまでは要するにもう反日テレビ局というのは我が TBS だったんだけれども <laughs> あれであのネットのバッシングの矛先が矛先がフジテレビに行ってほッとほっとしてますみたいな。ひどいこと言ってまますね,いやね多分、まあ <laughs> 半分冗談で深みの冗談で言ったんだと思うけれどもでも結構本音だったなと思ったんですよね。僕は結構聞いてあぜンとしちゃったんだけれどもでもこれがでもやっぱテレビの報道の結構だってマスリンコに出てくる人ですが報道の結構偉い人ですからねっていう人の本音なんだなっていうぐらいにやっぱりネットのバッシングっていうのがすごく気にしてますよね。それはだからもう新聞社であってもテレビであってもそうなので。 まあ僕みたいにねとか望月さんみたいに日常的に炎上してる人間からしてみたらそんなに別に炎上してもねそんなに日常生活変わるわけじゃないんだけれどもでもまあやっぱりマスメディアからしてみるとそれが視聴率が減ったりとかあるいは特に新聞だと部数が減っている本当はでもそのバッシングがあることがどれだけ部数との相関関係あるのか分かるわけないのにでも必要以上にそれが気にしちゃって。 やっぱり両論平気にすべき話題じゃないものをろ論ろ平気にしてませんかとかあるいはあのそうやったら延長するかもしれないからって言って「ですがストップかけませんか」っていうそういうことが起きてるんだと思うのででもこの僕のエピソードだってもう10年前の話なので10年前からね今テレビも新聞だってもう。 よっっぽどこなてるからやっぱりそれはバッシング気にしますよあ新聞も実際気にしてますからねそこはね私も最近まで言いましたしなんでそこまで気にするのかとてほとに思うんですけどだって正しいことを言ってそれによって批判が集まったとしても言ってることに問題がなければ何の問題もないでも日本特有だと思うのは「炎上」っていう言葉あんなの英語だとあんまり言わないまあフレーミングっていう言葉があるのでそこはちょっと言ってるんでしょうけどね。まあでも ものすごく間違ったことを言ってそれでまさに日本でう炎上で,で本人が反論できないぐらいになっちゃったらトーストとっていうあのトーストってあのパンパンのトースト焼かれち,ちゃったって言い方はしますけどそれはほとんどそんなに多くないのでまあすごくいろんな議論が集まっているとかそういう感じで日本だと何でもかんでも炎上って言ってそれ自体が悪いことみたいに言われるじゃないですか。なんかそこは あでも尾形さんの今の指摘ってすごく重要で、ね、僕はその炎上って2タイプあると思うんですよああ要するに本人の発言で問題があったりとかあ,あ,あるいは例えばバイトテロみたいに、うん、まあ本人の行為とか発言とかでそれで批判が集まるっていうのはまあなんていうかそれは純粋な炎上というか炎上ですよね、はい、批判されてしかるべき話ですよね,そ,すよねそれはねなんだけれどもそうではなくて言ってることとかやっていることは間違っていないのにものすごく難癖をつけられたりとか、はい あので炎上させられている、まあ、僕はだからそれはね放火だと思うので <laughs> 炎上と放火っていうのをやっぱりきっちり分けて語らなきゃいけないんだけれども後者の方も炎上っていうふうに言われているのでそうするとやっぱ責任が見えづらくなっちゃうのでやっぱそこはだから、あのー、メディアの側の伝え方のやっぱり炎上っていう言葉ですごく雑にやりすぎているのでそのことの問題っていうのはすごい僕は感じてますけどね日々に あとやっぱり署名が普通に当たり前になって、まあ、今だと読売新聞はあんまりしないですけど他の他社はほぼ、まあ、みんなだいたい署名記事っていうのが増えてでその中でやっぱり顔の見える記者多分ツイッターも含めて津田さんがやっぱり発信するからこれ見ようとかこれ聞こうってありますよねで朝日新聞はかつてはそういったあの、ね、何人かの中堅リベラルなあの まあ、そのね、いつもリーダー格っぽい人たちがいろいろ発信をして、うん、まあ、そこから記事に入っていくって。まあ、私自身はそういうのがすごく多かったんですけど。署名を一番最初に多く出したのは朝日ですからね。そうですよね。それがもう去年の安倍さんの銃撃事件以降。 本当に減りました、正直。うん、で、それはやっぱりいろいろ聞いてると、あの、ああ、あ,あいったことがあったときに、何かしらの発言を記者がして、それによって、まあ、かつての赤包帯事件じゃないんですけれど、うん、また、まあ、朝日、の誰かがね、襲われたりとか、うん、そういったことを含めて、バッシングがね、含めて、そういったことを、まあ、経営作用が、あの、ピリピリしてしまって、うん、まあ、発信、ツイッター発信については、まあ、あの慎重にも慎重を着せと。 うん、いう、まあ、連絡がこう編集局サイトでわーっと上から来るとあのかつてはだからそういう意味では私すると同じ業界の中ではやっぱり朝日が一番記者個人いろんな人たちが顔が見えるなっていうイメージだったんですけど全然その1個見えなくなってしまった、うん、つまりへ、まあ、いいこと発信したくでも何かしらの、まあ、それこそ炎上ってことで目をつけられてしまうと。うんうん それこそその記者それぞれのまあ今後にかかって割ってきちゃうって意味でまあかつてに比べれば本当に皆さん多分言いたいと思うんですよ記者さんなんで現場にいて取材すれば怒りもあるし発信したいこといっぱいあると思うんですけどそれがやっぱ見えなくなっちゃったっていうのは、まあ、まあそこは本当にんで、ねまあ、中,中でもああずいの中でもその現場の記者たちに聞くとやっぱりチェックする人がものすごいたくさんいて、うん、リスクがあるってところことでどん,どん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 そういう記事のまああの 問題があり別に問題あるわけじゃないと思うんですけれど、うん、も問題ないそうだと勝手にその人たちが思うことがどんどん削られていって、うん、なおかつ記事としても出してもらえないことが増えてる,てえるでそれは津田さんがまさにおっしゃったビビりだと思うんですけどさっきの朝日新聞の統一教会の記事で言えば統一教会の記事は朝日は全く署名がないですよ今、うん、ずっとないずっ去年の七月から全く署名ないですよ、うん、でだって鈴木エイさんとかね有田さん、うん、よりさんとかみんな,な 自分でてやってんの朝日の記者だけ、もういかにもビビってる、ビビってると満載の。難しいですよね。でも朝日新聞ってまさにあの朝日ジャーナルで。かつてやっていた時に、あのね朝日新聞の電話がパンクするっていうね、事件がし。周りの周りのね、あの病院の電話もパンクして。<laughs> というのもあったり、そしてまたあの日田剛さんがね、書いたあの記者襲撃の中でも。 あの時にはイニシャルで隠されてますけど統一教会が関連があるんではないのかっていうことうで,、ね、でまあそのことについてやっぱり飛田さん自身もね統一教会関係者から教会が教会としてやったかどうかともかくでも内部の関係者がもしかして暴走してやった可能性は否定しきれないっていうようなね発言をやっぱり引き出していただいているわけですからす、ね、というのを考えてやっぱりそのせい体事件の当事者でもあるじゃないですか、はい、というのを考えた時に 記者を守らなきゃいけないための、まあ、配慮と言われれば、うん、まあ理解はできるかなっていうところがありますけど、ねうん。でもそうですね。ただ勢いなくなってる、ねな。なんか、ね、みんな <laughs> そのね日田さんポリタルタスに最初日田さん出られてそれ見て僕も、うん、あ日田さんぜひ出てほしいと思って我々のアクトたちも出てもらったんですけども、ああいう本が出ててでじゃあその、うん、警察の資料でも。 統一教科が当時捜査対象になっっってててていたってことは分かってて朝日新聞の今の一種まあおびえ方から見ても朝日が多分その関係あるんじゃないかなっていうふうに見てるっていうのは明らかなんだけれどもそれがちゃんと説明もされてなくてっていうのは何というかなんとなくみんな分かってるんだけどそれを語らずにで,でも行動で。 かなり慎重になって怖がってるっていうのだけ出てるっていうのは報道機関としてどうかなって気はちょっと私はしますね、まあ、でなんか何でしたっけあの確かとえっと統一協会関係の地方議会、はい、地方議会にもすごく浸透していったみたいなああいう私の独自の記事とかだったあれ署名とかっていう気もする<の>全てってわけではないですよねあれ署名ありましたっけあれなかったでしたっけわかんないです連鎖協定とかは素晴らしい特段,で,い、ね、特段でしたねうん、うん まあだから<何><何>多分み、ね、見ながらねやっているっていうところね、チームで相当組んでやってるってなったんですね。